はい、皆さんこんにちは。今回ね、プレミアムファブリックセット、今年であってね第2弾になるんですけども、おかげさまでね前回すごい反響でですね開始10分でね、完売ということでね、で、なかなかねちょっと買えなかったっていう声がすごく多くてですね、またねこうぜひやってほしいということでね、企画しました。で、やろうと思えばねすぐできるんですけども、なぜちょっとね2ヶ月間ぐらい空いたかっていうと、やっぱりねこの変な記事をね私的にはこう入れたくないっていうのがありまして、あこれだったら、お客さんも喜んでくれるかなっていうのをね、揃った時点でね、販売しようと思ってね、そんな感じで、企画してみました。でね、自分自身もねこう春に向けてのこう納得できるようなね記事が揃ったので今回ねこう販売することになりました。今からね一つね、ちょっとねこうプレミアムファブリックセットの、詳細の方をね、説明していきたいと思います。はい、それではねまず一つ目、紹介していきたいと思います。こちらの方が岡山県産のね、ホワイトカラーのストレッチデニムになります。で厚さの方はねこれ実は本当にねこう使いやすいね9オンス相当レベルのね、厚みになりますので非常にね使いやすいんですよね。やっぱりこうストレッチといえばね、ボトムスなんかがいいと思うんですけど、今回ね、まあボトムスもできるし、あとコートにもね、こうできるような洋尺用意しましたので、ぜひね、サンプルの方もね、参考にしていただければなと思います。はい、それでは、2つ目ですね。こちらの方も、岡山県産のね、生地になるんですけども、セルピッチデニムになります。はい、でこのデニムね実は結構変わったデニムになってて、割合とねこう織りが粗い織りなんですよね。それによって洗うとね通常のデニムよりもねすごくこう柔らかいね風合いに変化するんですよね。これはもうね本当にこうボトムスなんかもいいと思いますし、春のねこうアウターなんかもぴったりの素材なんじゃないかなと思います。セルビッチタイプになるのでねこう耳の方もねこう使っていただいてね、ぜひね、楽しんでいただきたいなと思います。はい、それではね、3つ目、これもね、岡山県産の生地になるんですけども、インディゴ染めの、コットンシャンブレーになります。はい、でまずねこの生地の特徴なんですけども、やっぱりこう洋服向きの生地で薄手素材なんですよね。オンスで言うと 3.5 オンスということで、やっぱりねこう春から夏にかけての洋服全般に使っていただける素材になってるんですよね。でこれね最初若干張り替わるんですけども、これ1回洗うだけでねすっごいこうふわっとしたね、またこうサラーっとしたね最高の肌触りのね、風合いにねこう変化しますので、ぜひねこのインディゴ染めとねこう岡山県ならではのやっぱりデニムのねこう産地ならではのクオリティのね高いね質感をねこう楽しんでいただきたいなと思います。はい、それではね、4つ目の紹介になりますね。こちらになります。前回もこれめちゃくちゃ好評で、まあ訳あり理念ということでね紹介してるんですけども、この訳ありっていうのがちょっとねこう全体的に白っぽい跡がついてしまうということでね、まあ前回も説明したんですけども、この白い、訳ありの部分何かっていうとね柔軟剤なんですよね。柔軟剤がちょっと加工で落ちきれなくてですね、ちょっと白い跡が残ってしまうということで値段安くしてるんですけども、これね一回こう洗濯機にかけていただければもうほぼ白い跡がゼロになります。なので通常のねやっぱりもう普通のリネンとしてねこう使っていただけると思います。前回買った方なんかはねこの良さ分かっていただけると思うんですけども、で何よりもやっぱりこのリネン自体のねクオリティがめちゃくちゃこれ高いんですよね。本当にこう細番手の繊細でねこうサラーっとした、質感楽しめると思うので、これもねやっぱりこう春から夏にかけてのリネンのねこう洋服作りにぜひね使っていただきたいなと思います。はい、次、5つ目いってみましょう。はい、こちらなんですけども、ジャガード織りのねこうデニムになります。で星柄になってるんですけども、これねよく見ていただくとプリントではなくてジャガード織り、要はねこう織りで表現されてるデニムなんですよね。裏もねちょっと見ていただきたいんです。こんな感じですね。織りで表現されてるのでね裏表使えるし、やっぱりねこうプリントとは違ったね高級感とかをね
ぜひね味わってもらいたいなと思います。これはねバッグとかエプロンなんかにも使えると思いますので、今回ね寸法図型紙などもねこう用意しましたので、ぜひね作品などもねこう参考にしていただきたいなと思います。はい、それではね、6つ目の紹介になります。コットン&リネンのですねマリン刺繍キャンバスになります。はい、こんな感じですね。これね実はね明朝のライトキャンバスの上にですね刺繍でねこうマリンを施しております。はい、で今回ねこちらのベーシックなタイプとトリコロールカラーどちらかね1枚入る形になります。でこれもねやっぱりこうエプロンとかねこうバッグなんかがすごくねこうシンプルでねこう映えると思いますので、ぜひねこういろいろな作品にね使っていただきたいなと思います。個人的にはね余った部分なんかでこう小物とか作ってもねすごくね可愛い作品できると思います。はい、それではね、7個目の紹介になります。でこれはね、コットンローンプリントになりますね。はい、で今回はねこの3つのタイプのどれか1枚入れさせていただきたいなと思います。でこれはね、2メートルカットしてるんですけども、ブラウスなんかにやっぱりね使いたいと思うんですよね。で今回ねこのブラウスの参考作品のね型紙実物大型紙もね一緒にね、入れますので、ぜひねその辺もちょっとこう参考にしながら、楽しい作品作りにね生かしていただきたいなと思います。はい、それではね、8個目の紹介になります。はい、でこれはですね、コットンローンのね、刺繍になるんですけども、これねスワニーがプロデュースして去年ねめちゃくちゃこう人気があってですね、好評だった生地なんですよね。で色目もですねこのフォグブルーですね、こう明るめのちょっとねこう明るめなんですけども、あえてねこうグレーが入った落ち着いたねカラーのフォグブルーですね。であとこちらのベーシックなねこうネイビーカラーのどちらか1枚ね、入れさせていただきたいと思います。これもね作品作ってますので実物大型紙ね入ってますので参考にねしていただきたいなと思います。はい、最後にね、おまけということでこちらのねリブ、これもね付けさせていただきました。でこのリブはですね実はですね、この薄手素材に使えるようなリブなんですよね。要はリブってね割りかしちょっと冬のイメージですよね。ちょっとこう厚い感じのイメージなんですけども、このリブは薄手素材に使えるようなねこうリブになってるので、本当にねこう相性がこの辺の生地と相性がいいんですよね。でこれは81番のねこうワンピーススクエア型のねこうワンピースの洋尺が入ってるんですけども、それに使えるこのリブですね、これも入れさせていただきました。これはねまだ販売前なんですけどね、ぜひちょっとねこれも使っていただきたいということで今回入れさせていただきました。はい、でそれプラス今回ね実物大型紙の方もねたくさん入れさせていただきましたので、それはね詳しくはねちょっとこうホームページの方でねこう内容確認していただきたいなと思います。はい、今回もね、長い動画になってしまったんですけどもね、最後までね、ご視聴いただきましてね、ありがとうございました。まあ、内容もね本当にこう自分自身もね全部私仕入れてねこの日のために、作りましたので、まあ豪華なねこう内容で損はねこうないんじゃないかなと思います。自分だったらね、これだったら買うんじゃないかっていう内容をね吟味して今回ね作らさせていただきましたので、まあ、プレミアムファブリックセット第2弾ですね、皆さんでねぜひねこう楽しんでいただきたいなと思います。